サッカーワールドカップでは粘り強く走る日本代表の選手の姿がとても印象的でしたけれども、はい、今日は鹿児島市の小学生たちも素晴らしい走りを見せてくれました。鹿児島市の城山を走って駆け上がる山下小学校の伝統行事、城山登山競争大会が行われました。みんなの目標は何位ですか？初めて走るコースを前に子どもたち気合が入っています。子どもたちが挑むのは城山登山競争。山下小学校で70年以上続く伝統行事です。初めて参加する1年生、楽しみで待ちきれない子どももいるようです。児童410人が参加したこの大会は、1年生515メートル、2年生が620メートル、そして3年生以上は城山のふもとから山頂まで続く1112メートルの坂道を走ります。まもなくゴールの地点です。子どもたち、急な坂道ですが一歩一歩走りを進めています。そして1年生たちは最後の力を振り絞ってゴール。本気出した、楽しかった。1年生に続いて2年生以上も次々とスタートし、沿道では保護者が懸命に子どもたちを激励します。頑張れ頑張れ、しっかり最後だぞ。感動しますね、はい、何番でもいいので、まあ、最後まで走り切って頑張ってくれたら、はい、温かい声援に応えるように走っていた児童もいました。こんにちはこんにちは、こんにちは。自分らしく完走です。ゴールではお母さんが待っていました。頑張りましたね。28位に頑張ったね。こんにちはって挨拶こんにちはって挨拶するのがとてもいいかな。楽しかった？楽しかったです。続く3年生、1位と2位で最後まで競ります。2人とも全力を出し切りました。追い越したくてたまらなかったから、すごい頑張ります。すごい頑張ってるなって、私もああいう感じになりたいなって。喜びや悔しさ、それぞれの結果に向き合ってまた来年挑戦です。そして今年で最後の城山登山競争を走り切った6年生はこんなことを話してくれました。1年生の時はただ走ってるだけだったけど、6年生とかではその山下小の伝統を引き継いで、まあ、頑張れました。それぞれが力の限り走り切った一日、子どもたちの表情は元気と自信にあふれていました。いやこのニュース、はい、何度かこの番組でもお伝えしているんですけれども、本当にお伝えするたびにこっちの見てる私の息まで上がってきそうな本当に、ね、子どもたち大変ですけど頑張ってますよね。私も小学生の頃は持久走大会がすごく苦手だったんですけれども、頑張る子どもたちを見て私も何か大人になって頑張らなきゃって思わせてもらいましたね。本当ね、元気をもらうというのはこういう方だなと思いますけれどもね、はい、元気、本当に健やかに成長してほしいなと思いますね、はい、皆さん本当にお疲れ様でした。